こんにちは、まごです。はい、今回はですね、最近リクエストでいただいたカラーコンタクトについてのお話をしていきたいと思います。最初にカラーコンタクトについてのお話をしてから、最後におすすめなコンタクトだったり、私が使っているものをご紹介していきたいと思います。でですね、お気づきかもしれないんですけれども、今私のこの目ですね、この目は、はい、普通のクリアなコンタクトが入っています。はい、私視力が悪いのでコンタクトは入れることがあるんですけども、お仕事とか行くときはこんな感じの本当に何も色がついてないコンタクトをしています。コメントで質問だったりとか、いろいろ意見をいただくので、それを答えていきたいと思います。意見いただくのは、カラコンちょっと似合ってないよとかちょっと今日の目おかしくないとか、すごい言われることが多いんですね。で、私の動画は結構カラコンつけてる時とつけてない時があるので、多分もともと目の大きさが小さいとか、そういうこともあってちょっと違和感に感じるのかなっていうこともあります。あとはその体調によってだいぶ私も顔がむくんでたりとか、ほんと痩せちゃったりとか、結構差があるので、動画ではちょっと見え方が変わってくるかなって思います。2つ目の質問です。カラーコンタクトって実際何歳までつけてていいの？とか、その年でカラーコンタクトってちょっとみたいな意見をいただくことが最近多いですね。私はですね、年齢的に平成1年の28歳なんですけれども、この世代でこうカラコンってどうなの？って言われてしまうということは、きっと私より上の方とかってもうちょっとそういう風にイメージされちゃうのかなとか、ちょっとそうなんだって思ったりとか、私よりも年齢が上の方でもカラーコンタクトとかサークルコンタクトつけてる人周りにたくさんいるので、世間の人はそういう風に思うんだなっていう正直な印象でした。で、カラーコンタクトとかサークルコンタクトってつける目的って人によって違うと思うんですね。8割ぐらいの人はきっとファッション的につけているっていうことが多いと思うんですね。なので、ファッションに例えるとするなら年齢は関係ないんじゃないかなって個人的に思います。ただやっぱり場面によってですね、こうつけていいところとかつけちゃいけないところとか、そういう場所によって選ぶことは必要なのかなって思います。3つ目なんですが、前々から私の動画を見てくださっている方は、こうカラコンしてない方が好きだったりとか、カラコンしてる方がいいとか、こういろいろ意見が分かれるんですけれども、私がサークルコンタクトやカラコンをつける理由としては、第一の理由としては本当に目の疲れがやばくて、目つきがやばいからつけてるっていうことが多いですね。ここまで変わらないよって思われるかもしれないんですけれども、少しでもね、もう目つきはよく見せたいなってやっぱ思うんですよ。疲れたような表情を軽減するためにつけてるっていう感じですね。あともう一つなんですけれども、私の目の色ってこう動画では伝わりづらいんですけど、だいぶ中途半端な色なんですね。で、真っ黒でもないし、ゼルナッツのような薄い茶色ってわけでもなくて、微妙に茶色いこう動画映えしない目の色なんですよ。茶色い目にしたいっていうよりも、目元黒目をくっきり見せたいなっていう希望があってね、その年齢なんだから諦めないよって思うかもしれないんですけれども、綺麗に見せたいなっていうことがあってつけることが多いです。3つ目の質問です。男性でカラコンつけるタイプの女性が苦手っていう人もいると思いますが、その辺はどう思いますか、という質問でした。男性じゃないので男性の気持ちはちょっとわからない部分もあるんですけれども、男性が求めるこう女性のタイプってそれぞれあると思うんですね。極端に言えば、こうちょっとギャルっぽい感じのこうね、メイクとかも濃くて華やかな感じが好きっていう人もいれば、落ち着いててナチュラルな感じが好きっていう人もいるので、それはきっとその男性のタイプによって違うかもしれないです。女性なので自分が好きなファッションを楽しみたいじゃないですか。例えば好きな人が髪の毛ね、ちょっと茶色いのなんて嫌とか、こんな口紅濃いの嫌いとか、ネイルなんてしないでとか言われてもしたいじゃないですか。なので、まあ、そこはあまり気にせずに自分が好きなようにやっていいと思います。好きな人のために努力したいっていう人はこうちょっとイメージチェンジしてもいいんじゃないかなって思いますし、急にギャルからおとなしくしろって言ったら足りないなとか思っちゃうかもしれないので、徐々にこう変えてってもいいかなって思います。5つ目です。いつからコンタクトやカラーコンタクトをつけていますか、という質問です。コンタクトをつけ始めたのは、
おそらく中2ぐらいだったと思います。その時はもちろんカラーコンタクトとかではなくて、このようなノーマルなクリアなコンタクトなんですけれども、視力が悪くなってきたっていうこともあってつけたんですけれども、私部活がバドミントン部だったんですね。スポーツとかやってるとこうメガネって結構邪魔だったりしてたので、コンタクトにしようかなって思ったのと、だんだん周りの子とかもコンタクトにし始めたので、コンタクトやってみたいなと思って、最初は眼科に行ってちゃんと視力検査して眼科でコンタクトを購入してましたね。カラーコンタクトを使い始めたのはおそらく18とか、そうですね、高校卒業するかしないかだったと思います。で、当時カラーコンタクトってあんまり種類がなかったんですね。ギャルの方がこう派手なのをつけるっていうものはドンキとかに行けば売ってたんですけども、こうナチュラルな感じのものが売ってなくて、多分初めてつけたのは結構有名なディファインをつけてたんですけど、ただですね、私の目のカーブにこのディファインのコンタクトが合わなくてすごくずれちゃうっていうことがあったので、変だなって思ってディファインを使うのはやめました。社会人になってからもたまに使うことはあったんですけれども、ドライアイすぎて当時のカラーコンタクトとかが全然目に合わなかったので、それからはあまり使ってなかったです。なのでこう頻繁にカラーコンタクトをつけるようになったのはここ1、2年とかくらいですかね。という感じで、前半はカラコンについてのお話でちょっと長くなってしまったんですが、次に最近つけているカラーコンタクトをご紹介して比較してお見せしたいと思います。こちらです。じゃん、はい、こちらは以前紹介したイルミネートというシリーズのコンタクトで、ダークブラウンというだいぶナチュラルなサークルレンズです。で、モーニングルーティンとかでもご紹介したので見たことある人いると思うんですが、この箱で見せるとこんな感じで、サークルなんですが外側の縁っていうよりもこう瞳に合わせたような自然に見えるような感じのコンタクトです。はい、こんな感じでこちらの方だけイルミネートのコンタクトをつけていきました。ではつけた方だけお見せしたいと思います。じゃんじゃじゃーん、はい、こんな感じです。はい、これはちょっと比較的私のいつもの顔かなって思うんですけれども、こうさっきの自分の目に比べたらくっきり見えたかなって思います。コンタクト自体にカラーがあるっていうよりも縁だけなので、中心部分は自分の目の色ということになります。もう一度こちらのカラコンを隠して自分の目をお見せします。じゃん、はい、だいぶね疲れ目な感じなんですけれども、目元がこうキュッて上がってる方なのでちょっと印象がきつく見えるかなって思います。では両方外していきたいと思います。じゃんじゃだーん、どうでしょうか。はい、こっちが、サークルのイルミネートが入っている方で、こっちが何もない自前なクリアコンタクトの方です。見てみるとですね、すごい極端な変化があるわけではないんですけれども、マクロ入れた方が若干優しく見えるような印象かなって思うのと、目元がはっきりするので白目もちょっと綺麗に見えるかなって個人的には思います。遠目で見るとこんな感じです。手がねコンタクト入れてる方なので、割と動画で見る感じの顔はこっちかなって思います。こっちが自前の方なんですけれども、やはりちょっとね遠く離れるとサークルコンタクト入れてる方が、まあ、目がくっきりこう強調して見えるかなって思います。こんな感じで今両方ともイルミネートを入れてみました。どうでしょうか。オープニングの自前の目よりはちょっと優しい印象に見えたりとか、ちょっとね若々しく見えるかなっていう感じはします。ちょうどお話ししたように、よくコメントでカラコンに合ってないですよとか言われることが多いんですけれども、おそらくそのコンタクトはこのやつなんですねの形だったりとか、以前に見えることもあるかもしれないんですが、私はこのコンタクトすごいおすすめだなって思うので、もう土入りのものも売っていますので、よかったらぜひ見てみてください。最近ですと眼科さんによってはカラーコンタクトをこう試しにつけさせてもらったりとか、カーブに合うようなものを選んでくれたりとかしますので、眼科で
試してみてもいいかなって思います。またおすすめなカラーコンタクトとかありましたらレビューしていきたいなって思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。